はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、トクです。先日のですね、パワちゃん大阪大会にですね、我々に、差し入れをくれたゆうすけさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回のこの動画は、このゆうすけさんがくれたですね、香川のさぬきうどんを食べていく動画でございます。ありがとうございます。まあせっかくね、食べるということで、まあちょっと雑談もしながら、いや、あの動画をお届けしていきましょうよ。はい、いかがですか。いいっすね。まあでも、さぬきうどんだけでなく、他の方たち、あのお酒とかくれたり、あと大阪焼きとか、まあ本当にいろんなものもね、いただけて、いや本当になんか、なんて言えばいいんだろう、すげえ感謝を感じる、感謝しなきゃいけない一日を感じましたね。いや本当嬉しいです。じゃあ私ちょっと早速も作ってきます。はい、はい、お待ちください。はい、さあ早速ですね、はい、うどんの方が完成いたしました。はい、見せてください。こんな感じとなっております。すげえうまそうっす。すわ、腰が効いてそう。もう見てわかる。俺ね、あの茹でてる時ちょっと一口二口食べてたけど、いい感じだよ。ですよね。ちょっと硬いぐらいがいい感じだよ。いや、ちょっと早速食べさせていただきましょう。うん、これも直箸でいいね。はい、すっげーうまそう。てかさ、また半端ねえ量あるぞこれ。すげーうまそう。俺うどん大好きなんですよね。いただきます。あのずるずる食べたら失礼だから、音的にね、あのスパゲッティ方式で食べましょう。はい。でもうどんってずるずる食べるもんだ。わかんない、どうなんだ。あーでもちょっとまだ硬いかも。でもさ、冷やしたじゃん。はい、だからギュッと締まってる感じ。ああなるほどですね。うん、でもそこが美味しいんじゃないですか。うん、すいません、いただきます。いや本当に嬉しいです、ありがとうございます。うん、めちゃくちゃうまいじゃないですか。うん、めちゃくちゃうまいです。うまいよ。まあせっかくなんで、まあ、食べながらね、雑談をしたいっていう感じで、まあちょっとテーマはパワープロアプリで雑談入れていきましょうよ。パワープロアプリの雑談、うん、お題をどうぞ。これなかなか変ねえな、すごい。いいこと考えました。お、第2弾で望むもの。何第2弾。パワープロアプリ、うん、パワープロの日キャンペーンは第1弾。そうなんだよね。実はさ、やっぱ第1弾目がすごいさ、反響というか、あのなんていうんだろう、やっぱりみんな PSR 出てたりとか、うん、結構ね熱いから、みんななんかあんまりピンときてないと思うけど、ここの上に第1弾開催中って書いてあるんだよね。はい、だからこの第2弾でどんなのが来るか、はい、そして何を期待するか、これ話していこうか。じゃあ、はい、特の提案してください。ガチャがおそらく4日ですか、うん、9月4日に、うん、なくなると思うんですよね。うん、そのタイミングで一気に何か新しい第2弾なのか来ると思うんですよ。うん、だ割と俺は復刻キャラを望んでますね。誰、特に、まあ、でも僕がもう持ってるキャラなんで、うん、ライチ、カグラ、まあ、そこら辺の解放が進められたら嬉しいですね。うん、まあ、ライチ今更感あるんですけど、うん、でもやっぱり欲しいです。あれだけ有能有能でね、うん、ずっと使ってたキャラなんで、うん、やっぱ今更でも5で持っておきたい。なんでもプライドの問題ですかね。うん、5で持っておきたいです。なんかその他で言ったら PL 牧場ももう一回来るんじゃないかなとか、前回時間短かったん で、うん、で僕実際今回がっつり7時間ぐらい多分トータルで PL 牧場やって、 SPR1 でいたビビが5まで行って、で SR に食わせたら2段階解放したんですよ。でその恩恵、まあ、確かに PR 母体 R 母体持ってたのとかありますけど、でも PN 牧場やっぱ半端ねえと思いましたね。なんかそのかけた分の時間だけ何か戻ってくるね。いや戻ってきます、戻ってきます。いやすごいっすね。そこももう一回来てほしいですし、あとは最初に話していた、いいっすよ、ずるずるいっちゃってください。うどん取って、うどん、あ、うどん取って、ティッシュ取って。何を言ってるんですか。うどん取ってって何を言ってるんですか、うん、いやだからあとは前々からみそさんとかね、いろんな方と話していた全高校強化パワーアップ、
が来る全高校っていうのは今まで来たところですね、過去に、うん、来たところの強化パワーアップがまた来るんじゃないかっていうところで、そろそろ喋ってくださいよ。1回これだけ食べたらね、全高校のその今まで来たところの強化がまた来るんじゃないかってことで、うん、そこはやっぱ期待したいですね。そのために天才残してた方ってもやっぱ多くいられると思うんで。特にどこやりたいの？俺は黒金が楽しかったですね、やっぱり変化、うん、別にそこで強い選手ができるとかじゃなくて楽しいですよね、バスコで。せっかくやるんだったら別に天才使うとかじゃなくても黒金アヘヘンでどれぐらい伸びるかとか変化、そういうの楽しみたいですね。喋ってください。食べろっか。はい、他は？いやでもだいぶ来ましたよ、やっぱり第1弾で、うん、やっぱサクセス天才初回天才確定っていうのはやっぱりパワープロの日ならではというかね。今さ毎日ログインでストーンもらえんじゃん、はい、あれっていつまでもらえんだっけ？9月10日までだ。おお。で多分今のガチャは多分9月4日で終わるんですよね、うん、確か。9月4日、ほら全部9月4日で終わるんですよ、うん、でそれを考えるとやっぱり9月4日で第2弾、うん、またボーンってくるんじゃないかなと思いますね。まあそこで何をピックアップに対象に来るのか分かんないですけど、またイベントも多分来るじゃないですか、北海道の、うん、北海道用の、うん、それのなんかピックアップキャラなのか分からないですけど、まあでもそこでやっぱ第2弾でしっかりなんか熱いのは来るんじゃないかなと思います。以上でもうとりあえずもうこっからカットでもいいです全部カットいきましょう。第3弾はナイス、結構うまいだ。うまい。パープルもいいね。結構さツイッターとか見てると追いガチャしてる人結構いたよ。動画配信者もみんなやってますもん、うん、カズさんが一番少ないぐらい。そんなことはない。いや割と少ないと思うですよ、200回してないの、うん、でもすごいね。でも俺友沢全く出ねえな、 SR も出ないもん、うん、ちなみに今のおさらいしてみましょうか。ビケラ一覧、暁守はもう50なったから、はい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 、はい、うん、ちょっとなんか別軸だけど3番2位はね、エミネ。この中で50を目指せるとしたら、特だったら誰がを目指したい？難しいですけど、うん、やっぱ振り袖みやびかなと思います。どのイベントでも活躍するっていうのを俺はなんかやっぱ今回のパワちゃんもね、そこを思うかな。うん、でもガチサクセスで言うと多分僕筋力キャラの5とかいないのか、有能がいないんで、そこをやっぱ作りたいなと思うんで、まあそれで言ったらアレフトとか、うん、まあそれこそねルシファーとか本当に欲しいですけどね。まあ今の大谷もそうですけど、いや友沢はね本当に全然縁がなくてですね、 SR も未だ出てないっていうね、まあ、あのガチャ引かなかったっていうのも一番なんだけど、うん、だから私で言うと、最近ねよく使われる友沢、そして振袖宮城、うん、ここをですねもうフレンド枠なんですよ、うん、でありがたいことにこの2体を同時に使うっていうことが、まあ、サクセスにおいてあんまりないから、そうですね、ラッキーなんだよね、うんうん、でもやっぱりルシファーの復刻はいずれ来んのかな。
だと思いますよ。だとしたらいつよ。だってこのタイミングでルシファー来たら結構みんなやるんじゃない。いやでもそう考えると、うん、第2弾でルシファー出した方がいいですよね。そうコナミ側的には。でも第2弾で来られたらちょっとこの後のいろんな展開考えるとな。確かに、うん、回しづらいですね。カズ回しづらいな。それでガブなんかも一緒に来たらね。いや来るでしょ。50-50はちょっとあれですね、うん、回しづらいよね。だちょっとタイミングってすげえ大事だな。うん、あとやっぱ今キャラが多いじゃん、増えてきたじゃん。だから狙い撃ちしづらいよね。うん、うん、このキャラ欲しいとかね。そうだな。でも振り袖みやび俺いつか5になるのかな。いつかはなると思います。今がね2なのよ、 SR プラス2。はいはいはい。え、俺ってさ、これプラス5になるとするじゃん SR。 はい。それどうしたらいいの。でもそれでもフレンドさんから借りた方が全然強いでしょ。そっちの方がいいです。うん、絶対ですね。うん、やっぱり練習効果アップ 30% ついて、あれはちょっと暴力的だよね。強すぎっすもんだよね。うん、でその時にやっぱり、うんうん、野手で言ったら、うん、技術精神、うん、敏将が一気にあの稼げるわけじゃないですか、振り袖みやびで。うん、そこでやっぱりシラスとかでも本当にルシファーが活躍するわけで、うん、振り袖みやびかルシファーなんじゃないですか。みんながまず入れておきたいキャラって。なるほどね。であとは手持ちでうまくバランスを見ながらデッキ構成していく、はい、うん、だと思います。そういう意味で言うと、うん、やっぱりルシファーの50をあそこで作ったカズさんはその恩恵が、いやだいぶあって、うん、だってチームランク相当上がったもん。あそこでルシファー、今例えばルシファーなかったら、うん、ミヤビとルシファーカズさんどっちかあります。いやでもそれすごい難しくて、もうだってルシファー持ってる、はい、そしてミヤビを借りていくっていうのにもうなりまくってるから、うん、あでもどっちだろう。でもルシファー持ってるっていうのがやっぱり強いから振り袖ミヤビって考えちゃう、答えちゃう、振り袖ミヤビを借りる、うん、でもシラスで野手作成でって言った時はルシファーなのかな、だと思います。うん、だってね、あの青子作れるのはやっぱりでかいでしょ。そうですね。でおいて筋力キャラでしょ。はい、で、うん、最強っすよ。うん、そうだよね。まあでもなんかちょっと今唐突に思ったけどさ、あの俺いまだにやっぱりちょいちょいあのデッキ作ってくださいみたいなことを言われるわけよ。はいはい。だからなんか今度、前も一回やったじゃん、あんな感じでちゃんと募集してなんか やろうよ。ああいいですね。うん、でお題をボンって出された時に、俺の案と徳の案をせーので出そうよ。おー、うん、それめっちゃ面白いじゃないですか。そこでもさやっぱり変わってくるじゃん。はいはいはい。うん、そういう感じでいきますか、じゃあ次は。うんうん、やりましょうやりましょう。ねえ。うん、で、なんかツイッターとかだと流れちゃうから、メールにする？ツイッターでいいのかな？いやでも俺ね、見切れないのよ、全部。メールもすんごい来るし、いつも。で、皆さん全員を、当選させるっていうか全員やるの大変じゃん。うん、1日1人やったって365人しかさできないわけで、さすがにきついじゃん。そうだ、何かお題を決めてさとか。まあでも抽選でいいんじゃないですか。うん、俺すんげえパワちゃんでも言われたよ、今こういうの持ってるんですけどこれとこれだったらどっちの方がいいですかねとか。 あとは何気に多かったのが、あのやっぱりみんな下道君像を持ってないんだよね、あんまり。はいはいはい、はい、だからあのこいつとこいつあの35どっち先にした方がいいですかねとか聞かれた。え、それ、うん、結構チブランク高い方でもそういうの多いんですか。割と S2 ぐらいの人。ああ、うん、へえ、うん、やっぱ下道君像って困るもんなんですね。まあ今もガチャ来てるからね。うん、うん、確かにな、俺も今ないっすもん。へ、全くないです。だから
上げないですよね。上げれないです。上げれないよ、ね、はい、1レベルの SR がもうたまりにたまってます、ね、うん、そうだ、そうなるんだよね。ちょっと色んな入ってた、全然まだ嘘つけ、これちなみに4人分あるから、おさちに曲げないとで全部いきますよ。え、全部食えんのお前。え、食おうと思ったらでも余裕でいっちゃいますよ。だってめっちゃ美味しいですもんってか。いやまあそうなんだけどさ、もうちょっとさオプション欲しくない？カズさん食いすぎでしたって。いやそんな食ってねえよお前。俺より俺の倍ぐらい食ってます言っとくけど。いやそんな食ってないよ。すげえ勢いでジュルジュルやって食ってますよ。俺リアルに多分3倍目かも。いや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 、もうちょいオプション欲しくない？天ぷらとかですか？課金する？課金。いやさ、まあゆうすけさんくれたんですけど、ここにはエビ乗ってるんですよ。エビ詐欺詐欺。エビに衣にあとかまぼことか乗ってるんですよ。それもくださいよ。そんなん腐っちゃう腐っちゃう。とく香川県行ったことある？ありますね。でももう、何しに行ったの？あれっすね、四国の、うん、寺周り百何種あるの。確かに日本で一番有名 なんかその寺神社を回るっていう、四国の全部でなんか百何個とかあった気がするんですけど、うん、それを回るっていうので、うん、行きましたね。へ、もう7年前ぐらい。俺もね昔あの香川であのイベントを開いたことがあって、はいはいはい、その時に行ったんだけど、香川の人って本当にお昼うどん食べてるよ。びっくりした。確かに、もうねファーストフード勢い的に、うん、なんかもうマクドナルド感覚にうどん食べ行くみたいな、うん、今日何食べるよ、うどんでしょみたいな、そんな感じを受けたよ。しかもどこ入っても安いしうまいっすよね。あ、うん、大阪の居酒屋で食ったさあの肉入ってるうどんうまかったな。ピリ辛な、あうまかったっすね。担々なんちゃらな、担々うどんみたいな、お酒も回ってきて食べるあのちょっとピリ辛な感じが最高だった、うん。でもやっぱ香川のうどん半端ない、うん、ということでそろそろ動画締めますか、はい、結構いい時間撮ってるよ。本当だ、うん、なのでですね、まずあのいただいたということであの動画でね、まあ、感謝の気持ちを、込めて動画を放送しました。まあ、またあのパープルの話で言うとねガチャの第2弾がおそらく来そうということでそこら辺もね皆さんウォッチして、うん、どんなガチャが来るのか予想などをねしてみてください。まあ、タイトルにもそう書いとこうよ。そうですね、うん、うどんを食べるって言ったらね、まあ、みんなバカじゃないのって思うから見ないでしょう、ね、見ないでしょう。ということでまあちょっと我々いろんなことをやっていきたいと思いますのでぜひとも皆さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの特はですね札幌福岡行った際にはまたワンカップ飲みたいそうです。よろしくお願いします。いや次はがっつり行きましょう。いやいや次は口とかじゃなくて次は前日に入るかちゃんと寝ていきます。そうすれば俺のコンディションもあ飲めるってことね。はい、うん、でなんか理想は前日になんかみんなでワイワイして当日迎えたいよね。まあそれが理想っすね。でもそんなことしたら起きれないよ俺ら。起きれないし多分当日調子悪くなっちゃう。悪くなるな、うん、でやっぱその日に打ち上げっすね。そうだな、はい、はい、じゃあ2泊3日が最高じゃないですか。いやまあでもさ週末2泊3日家開けるこっちの身にもなってよ。いや俺の身にもなってくださいよ。なんでお前何かんでママがかわいそうじゃないですか。ああ寂しい寂しいって言ってますよママは。なんか最近お風呂とかも一緒に入ってるそうで。入ってないですよやめてくださいよ。だってお前言ってたじゃん聞いてくださいよ俺の母ちゃんこの前一緒に風呂入ったらめめめめって言ってたよ一切言ってないです。なんかさすがにまずい。体洗ってあげたらうえってするじゃん。いやさすがにまずいっす。あさすがに。その誤解はさすがにまずいっす。やめてください。もうあれだろ。SR の母体引いた感じだろ。そうですね。SR ははい。はい。じゃあそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。ごちそうさま。ありがとうございます。